同派はカタールの首都。カタール半島東海岸のペルシア湾に面した港町で同国最大の都市。また、同国を構成する基礎自治体の一つである中東有数の世界都市でもある。人口は約64万人で外国人労働者を含めると約240万人。カタールの人口の60%が ドーハ都市圏に住んでいる。町は1825年にアルビーガという名で設立された。後のダーハの談派の使命はアラビア語で大きな木の意味でカタール半島の東海岸の漁村にあった大木に由来する。1825年アブダビに支援されたバーレーンとの戦争で新しい町は大きな損害を受けた。 その翌年、オスマン帝国は、サーニー・ビン・ムハンマドをシェイクに任命、後に、カタールの主張になる。1882年には、市の南西部に、トリデが建設され、その翌年には、オスマン帝国との武力衝突に勝利した。1916年には、イギリスのカタール保護領の首都となった。1917年、アブドゥン・ラー・ビン・ジャース・イム・アール・サーニーによって、 市の中心部に要塞が築かれた。20世紀初頭まで真珠と漁業が主な産業であったが、1930年代に日本で真珠の養殖が開発されると、カタールの真珠産業は壊滅、不況で飢餓まで起こった。1949年により石油の輸出を行うようになり、1971年には独立に伴いカタールの首都となった。 1996年には衛星テレビ局アルジャジーラが放送を開始した。2001年には世界貿易機関の第4回閣僚会議が行われ、同派宣言が採択された。2006年にはアジア競技大会が過去最大の規模で開催された。外国人が大多数で、特にインド、パキスタン、バングラデシュ、フィリピンからの労働者が多い。レバント諸国や 北アフリカからも多い。現在では、カタールの市民権を許さないものでも同派に不動産を購入できるようになった。そのため、人口が急増中で、毎月1万5ユーに超える人口増加が起きており、住宅不足が深刻な問題になっている。砂漠気候に属し、6月から8月の平均最高気温は摂氏40度を超える。 ドーハの超高層ビル群落が市場カタール経済の中心であるドーハの主な産業は石油産業と天然ガス産業であるカタール最大の石油カタール石油ガス会社ラスガスなど多くの会社がドーハに本社を持つカタール政府は石油が水存からの脱却を目指し産業の多角化を奨励している その結果、首長ハマド・ビン・ハリー・ファー・アル・サーニー本人による都市近代化事業が進んでいる。ドーハはアラブ首長国連邦のドバイのように観光産業が主眼ではなく文化、教育、放送面に力を入れている。食料などの物資の多くは輸入に頼っている状況である。2017年6月に 周辺諸国から国交断絶を突きつけられ、隣国サウジアラビアからの物資の輸入が見込まれなくなった際にはスーパーマーケットの商品が買い占めされる状態となった。ザッパールはスパイア、タワード・ハムトロ計画路線図市内各地で大型開発が行われている。主なものはドーハには1973年創立のカタール大学がある。エデュケーションシティという地域には カタール大学を含む多くの大学がキャンパスを持つ。ジョージタウン大学やカーネギーメロン大学等のアメリカの6つの有名大学もここにキャンパスを持つ。また、研究機関も集積している。またドーハには海外駐在員の子女の教育のためのインターナショナルスクールも多い。教育はカタール政府が大変力を入れている分野で、 エデュケーションシティを運営するカタール財団が設立されている。カタールの衛星テレビ局、アルジャジーラの本社がある。ドーハインターナショナルエアポートクライメートノーマルズ1962から1992。ナショナルオーシャニックアトマスフェリックアドミニストレーション2012年1月18日、閲覧。カタール断交、市民生活にも。 影響住民が、食品など、買いだめ、AFP2017 年6月14日、閲覧カタールとの断交は6カ国に、ドーハビンテージ、スーパーに、長蛇の列 CNN2017 年6月14日、閲覧、ありがとうございます。